はいどうも、40代くらいになったらヒゲが似合う男になりたいミストです。はい、本日はですね、ついに菊戸アイラちゃんがデビューしたということで、早速ガチャの方を引いていきたいと思います。ループガチャで来てくれましたね。これは非常にありがたいということで、詳細見ていきましょう。ですね、初回がパス30個でエサレジョのビキャラが1枚確定、2回目がパス40個でピアレジョのアイラちゃんが1枚確定で、3回目がアイラちゃんの PSR が 20%、SR が 80% の確率で1枚出現ということで、ワンループ、石120個のガチャとなっております。で、気になる性能なんですけども、急速変化の前上のキャラクター、金徳、闘志なら鉄仮面及び土根性または威圧感、野手なら明鏡止水及び火事場のバカ力または威圧感、ということで、まさかのね、結局2周通りできるキャラで、現時点での情報では確定みたいです。で、鉄仮面はね、予想通り取れまして、で、威圧感が確定っていうキャラクターは、今までで初めてじゃないかな、史上初の、キャラになったんじゃないかなと思いますね。まあ、確かに言われてみればこの仮面威圧感ありますよねそこはね、ちょっと予想できなかったですね。はい。で、上限といたしまして、スタミナ上限アップを持っておりますということで、まあ、明神をね、今までスタミナ上限枠にしてたと思うんですけども、まあ、その枠に入れることもできそうですね。で、テーブルも非常に強力みたいですので、まあ、ゆくゆくはちょっと50にしたいキャラかなと、はい、私個人的に思っております。まあ、この動画ではひとまず PSR 母体を狙ってガチャやっていきたいと思いますので、対戦よろしくお願いいたします。では、参りましょう。何ループで出るかな。はい、どうだろう。とにかくまあ PSR もね、 SR もたくさん出てほしいですね強欲すぎるな。はい、2枚。さあ、アイラな、クロスちゃんボックスガシャでも出たんだよな。まあ、ただ OK です。おお、この素顔は見せてくれないスタイル、スコですね。はい、まあ、SR 以上が出たらテーブル見ていきましょうか。カモン、あ、うおー、ライバル来た。モルモトがライバルですね。これは完全に同じ前辺でね、鉄仮面取れるわけとして、はい、モルモトはね、アイラちゃんとの、覇権争いになるんじゃないかなと思ってます。はい、では2回目いきましょう。 PR も貯めていかないと、まあ、解放できないですからね。お、エサルかな、これは。赤背景出ました。お、確定じゃん、これ。ナイス。この確定をね、PSR で引きたいですね。ありがとうございます。で、能力なんですが、ジャイロ、尻上がり、闘志、闘打、躍動ですね。で、ボーナス見ていきましょう。レベル10で体力消費量ダウン。おー、珍しい。で、得意レーシリーズアップが 15%、タック 65%、スタミナ上限、固有で技術ボーナスと試合経験点ボーナス、練習効果アップが 15%、で、37で精神ボーナス4、40で精神ボーナス8、45で試合技術ボーナス 10% ということで、技術精神の2種ボナに加えて、練習効果アップで、試合経験でボーナスはこれ高いですね。といったテーブルです。で、これね、おそらくレベル50で練習効果アップが 30% つくということで、まあ、急速変化のテーブルでこれはめちゃめちゃ強いですね。うん、まあ、ループガチャということで、まあ、ここは、しっかりと、50作っていきたいと思います。はい、もう予告しておきます。ていうか、PR が出ないと困るんだよな。先に言ったけど、PR が出るはずのところにね、SR 来ちゃったからね。まあ、やっぱね、渋いね。大ピックアップっていうか、実質アイラしかピックアップしないですからね。出る確率は地味に渋いですね。では、PSR チャレンジやっていきましょう。まあ、最初から出るとは思っておりません。いや、この演出は分かんないパターンですね。この演出は分かんないパターンですね。同じことを2回言ったので、結果はどっち。まあ、今が SR2 枚ですね。ちょっと待って、PR どこ？PR が、PR に出会えない、そんな、感じになってますね、今のところ。では、2ループ目いきましょう。まあ、ループガチャは、まあ、虹が出たら、ほぼほぼ勝ちを確信していいんじゃないかなと思ってるんですが、時として確定外からね、変なキャラが出ることもありますよね。さあ、アイラ！わー、サガラ。
柄か。あれはちょこちょこ出てますが、千代姫とかいいですね。おー、ナイス、ナイス引き。エサル3枚目ですね。ありがとうございます。では、2回目行きましょう。最初に PR が出て、それ以外のところからエサルが出るっていうのがね、まあ理想的ですよね。お、エサル外さないね。さあ、ようやく PR が暗転。PR がここに来て暗転っていうのも珍しいんじゃないかな。さあ、ここでも、アイラを引いてしまうのか？引いてしまうのか？おお、引きとしてはいいですね。え、5分の3って出てる？結構いいですね。5分の4じゃない？え、1、2。ちょっと待って、忘れちゃったけど。結構 SR は出てますね。さあ、PSR 狙っていきましょう。2ループ目です。お願いします。なあ、虹は出ず。この演出だとちょっと厳しいかな。はい。グググ赤背景は PSR は出ないですね。はい。まあ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 。SR はいっぱい出てくれてますと。いう中で、おー、PR ナイス。R。うん。なんかこの干してある、この仮面がちょっと地ありますね。干してあるのかな？では3ループ目いきましょうか。まあそんな早く終われるとは思ってませんでした。ただ SR の引きはめちゃめちゃいいですね。 23% をよく引いてるなという感じです。はい、ありがとうございます。さあ、イラ、うおー、先駆け、先駆けもなんかメカニクス強化とか来て急に別バージョン出たらちょっと面白いっすよね。さあ、 R3 枚ありがとうございます。では、2回目いきましょう。ガチャります。おお、全く軽さないね。SR ちゃんと出るね。お、そこ？アイラ！うわ、なんでクロス出る？そんなクロス出る？クロスがピックアップされてますね、今回のガチャ。はい。で、ここらで出てほしいですね。3ループ目なんで、ここら辺で出てくると非常に助かります。気持ちが非常に楽になります。では行きましょうか。ふう、アイラの呼吸1の方、威圧感。なあ、この演出はダメだ。いやー、出ないっすね。 20% なかなか引けないっすね。はい。ちょっと待って、今ある石の数だとね、あと2ループしかできないんですよ。ここで来てくれないと、かなり、うん、やばいですね。では、4ループ目に入っていきます。ここで終わるはずだったんだけどな。行きましょう。そろそろ確定外で PSR も見たいですよね。一応餌以上確率アップしてますからね。さあ、1% を引けるかというところなんですが。おお、2枚。おお、ナイス！おお、飲むちゃん。まあ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 。軍事出るね。うん、いいでしょう。では、2回目ですね。え？違う、4ループ目の2回目ですね。SR 以上は今まで、おお、やってきた！やっときました！ここで引き当てろ！頼む！よし！ 1 枚目虹だったら確定ですね。1枚目虹オンリー。あー、そっか。ここは分からん。そこは分からんけど、23% 引いてくれ、頼む。お願いします。これ以上、苦しい思いをしたくないんです。頼む！なんでだよ！なんでだよ！サガラもなんかエサル出てたよね。うん。なんか一回、このガチャを追っていく中で SR が出たキャラって何回も出たりしますよね。クロスしかり。うん。なんかマネージャーに好かれてるな。では、4ループ目の、3回目ですね。あー、まあまあまあ、この虹が出ちゃったからちょっと怖いな。連発するとはちょっと思えないんだよな。行きましょう。お願いします。しょっ！やべー、ハマってるな、これ。これはハマってるわ。4ループで引けないか。結構闇見てんな。
はい、PR と R、ナイスです。ちょっと追い込まれましたね。まあ 20% だから、まあこの5ループ目で引けるっていうのが結構平均的になるのかな。こんな回すつもりじゃなかったんだけどな。では、5ループ目の1回目いきましょう。これ多分追加しないとっていうパターンあるぞ。頼む。なんか確定買いで奇跡的に出てほしい。1% の 23.26% だから、実質やばいよな、確率。せっちゃん。そして、やりやがったわー。新生三月会枠出た。新生三月会枠出ましたね。まあでもこれ取っといてもいいかもな。うん、ミキサーしちゃったんで。うん、まあテーブルはそんな悪くないんだよな。まあコントロール練習改革が絡めば非常に強いのかなと思いますが、こいつ自身も変化のね、練習持っといてほしかったっすね。さあ、SR 以上は、ずっと出てるという謎の引きをしてますが、はい、4枚目お願いします。来い、ビビちゃん。なんか久々に出た、見たね。いやー、怖え、マジか。ちょっと手汗がやばいな。そろそろ手汗がやばいな。まあでも過去ね、5ループ目には引けてるんですよ、ループガチャなので。ちょっとここで引けないと記録更新だな。行きましょう。お願いします。本当に頼む。虹出よう。虹を出して俺を楽にしてくれ。行きます。ガチャル！あ、やばい。あ、微妙これ。頼む、微妙だけど。微妙だけど終わってくれ。虹じゃないけど。終わってくれ！頼む！いやー、ゴルー引けないか、マジか。やばいな、これ。これはやばい。SR 割れてんだけどな。マジで。ちょっと、一旦動画カットしたいと思います。はい、では、戻ってまいりました。もろもろの都合でですね、終えてもう2ループになります。ちょっと、これで出ないと、ちょっとね、次回に延期ということで、そこはね、ご了承ください。頼む、ちょっと、本当に出てください。まあ多分ね、50にできるくらいのね、SR は溜まりつつありますので、あとは母体を引けば完璧ですね。行きましょう。お願いします。頼むよ。いやー、ちょっとループガチャでこんなハマるとは思わなかったな。ツイッターとかで見てる10ループハマりとかね、なんかそんなのが現実味を帯びてきそうでちょっと怖いんですけど、まあ、しっかりと SR は引けてるんだよな。はい、確定外でね。では6ループ目の2回目。6はちょっとやばいな。リベキャラボックスもいっぱいになっちゃいましたね。おお、てかやばくない？ 6 ループ全部 SR 以上出てるんだよね。頼むー。5番目 PR、5番目の女になれ。いや、マジで SR は出る。マジで SR は出る。なるほど。はい。では、大事な6ループ目の3回目、いきましょう。多分、そろそろ虹を見せてくれ。メンタルがきつい。いきます。いやー、わかんないな、この演出は。この演出はわかんないな。祈れ。ただひたすら祈れ。来い！いやー、いやー、やべえな、これ。これやばいわ。マジか。7ループまで行くか。いやー、マジ、こんな 20% って引けない？では、7ループ目の1回目行きましょう。もう石がない。もう厳選する石なくなったわ。てか、ガチャ追うのもめちゃくちゃ久々ですね。この虚無感がやばい。お、なんか安心するな。お前が出ると安心するな。すげえな。はい、アイラなしですね。いやー、残されたライフはあと2回分しかありません。では行きましょう。
おお。よく出る。2回目すべて出てますね。まあ終わり良ければすべて良しということで。いやすげえ出るんだけど、そこは出るんだよな。はい、7回目、7ループ目の3回目。210連でしょ。さらっと210連してんのやばくないっすか。あーやべえけど、やべえけど、ここで決めよう。何も考えずに、ただひたすら PSR が出ることを祈りましょう。この 20% に全てをかけます。いきます。頼む、来てくれ。よし、もうこれで決まってくれ。頼む。いや嘘、待って、キラーンじゃない。うわ、わー、マジでいってんの。もうちょっと待ってよ、これはひどいわ。うわー、ちょっとこれはきつい、これはきついわ。アイラの SR が3、14枚ありますね。違うか、じゃあ15枚か。15枚ってもうこれ、もうこれ50作れる分はあるんですけど、うわ、ちょっとこれやばいな。これやばいわ。初めてこんなハマった気がするということでね。多分、PSR ボタン引ければ、50作れますね。ということで。まあ、それはね、次回へのリベンジとさせていただきたいと思います。ちょっともうメンタル的にきついっすね。あー、マジか。こんなハマるか。なんかもう50確定してるのに、ほぼ確定してるのに、追うのがめちゃくちゃ痛い。なんかメンタルやばいんだよな。ということでね、まあ、ボックス整理して、まあ、しっかりとね、石を用意して、次回に備えたいと思います。はい。この動画がよろしければ、っていうか、慰めのチャンネル登録と高評価だけでもよろしくお願いいたします。いや、マジで今回きつかった。失礼します。See you!